まあ胸のね、ま、背中真正面、はい、真横、はい、真横の中とおへその方から肩の中、はい、まあ、まず胸でね、この胸の大きさに比較しての振動さ、まあこれだったらさ、まあまあ正常か気持ちよく効かないぐらいの感じでいいと思います、はい、大きさ的には。特に横向きで見るとスラッとしてますから心臓は、はい、心臓大きくなる子ってここが広がってくるからね、はい、か気管とか肺か血管、肺静脈、大動脈、はい、肺静脈や大静脈、はい、大動脈綺麗ですね、はい、それから横隔膜に沿って肝臓があります、はい、正常です、はい、ご飯食べてるね、この子少し夜中に食べたやつかなです、ね、うん、少し入ってますね。ここお腹の中の脂肪、はい、ここは下腹部の脂肪、はい、まあ多少はさつきます、はい、お腹の中は、まあ、胃にちょっとご飯が入っててうんちがちょっとあって膀胱におしっこが溜まってて、はい、黒いのはガスですけどこれくらいのガスはまあ許される範囲だと思います、はい、からちょっと飛ばしたんだけど骨の移り具合綺麗ですね、はい、猫ちゃんここに変形性脊椎症が年取るとできやすい怖いんですけどね。あと股関節もとっても綺麗です。問題なしですね。心臓大きいかなと思ったけど そうでもないね。これだったらたださ、ロシアンブルーのさ、あの子もミネットもさ、うん、心臓大きくなるケースが多いから。そうなんだ。そうだから時々見た方がいいですね、はいはい、時々ってのは年に1回ぐらい、はい、そういう感じで思っておいてください、はい。